皆さんこんばんは。水沢美香の那覇トムチークへようこそ。今夜は明治の偉人シリーズの4回目ということで、日露戦争の裏舞台の勝利の立役者、明石元次郎陸軍大将について語りたいと思います。明石大将というと、日露戦争当時は大佐でしたが、秘密諜報員としてヨーロッパへ赴き、欧州各国の反ロシア派の重要人物たちと連携してロシア国内を攪乱させ、日本を勝利へ導いたあの敏腕武官のことだなぁとお分かりになった方は少なくないのではないでしょうか。ところが明石大将が日露戦争での偉業だけではなく、1910年明治43年に調印された日韓併合を成功に導いた影の功労者であったこと、さらには第7代台湾総督に就任し、あの巨大な八田与一ダムの建設のための莫大な資金を調達することに成功した切れ者だったということまでは意外と知られていないのかもしれません。日韓併合の前は韓国内の治安がとても悪くて、暴動や工作活動などが頻発している状況でした。そんな中、明石大佐が少将に昇進して日本の憲兵隊のトップとして韓国に赴任したんです。明石少将は韓国統監府の警察と憲兵隊とを統一して治安を一本化したため、韓国の治安が劇的に改善されました。その効果もあって、日韓併合がスムースに事運んだという面があったといいます。台湾では陸軍大将に昇格した明石台湾総督が、台湾を本国日本と同じ国なのだという意識で誠心誠意さまざまな改革開発に尽力したんです。水力発電所やダムなどの土木工事のほか、海岸線の鉄道建設も行いました。また司法制度も三審制度を導入し、さらには台湾教育令を発布して小学校を義務教育化し、中学校、女子高等学校、農業学校、商業学校、そして大学商学院などを多数建設したんです。これ驚きますよね。たった一人の人間がこれだけの偉業を一生のうちに成し遂げるんですよ。命を懸けて公のために全身全霊で目の前のことにその都度当たっているっていうこの姿勢、私ももうぜひ見習いたいなって思うんですが、現代の日本の政治家の皆様、見習っていただきたいと思います。明石大将の生い立ちをちょっと追っていきたいんですが、1864年元治元年に福岡で生まれています。父親は黒田藩士だったんですが、不幸なことに元次郎少年が3歳の時に切腹自決をしているんです。それで原因は何だったかというと、この父親明石助九郎貞則が勤皇派で、勤皇派っていうのは天皇陛下に忠誠を尽くす、江戸の末期ではいわゆる倒幕派って言われる人たちだったと思うんですが、天皇親政を実現しようとする、そういう思想を持っている人たちだったんですよね。そういう思想を持っている父親が、当時の黒田藩主は逆に砂漠派だったので、幕府を保護する方の考えだったので、何かしらの争いに巻き込まれて攻めを負ったのではないかっていうふうに言われています。父親が亡くなってしまったので、母親が女手一つでこの元次郎少年と3歳年上の兄を針仕事などで育てたっていうふうに言われています。女手一つといっても、この秀子さんという母親は福岡藩の中臈吉田家の出身だったので、幕末の頃の武士というと維新によって貧困を余儀なくされてはいましたが、親戚たちもいましたので、いろいろとこう協力してもらいながら、息子たちに武士としての精神教育とか論語などを母親自らが教えたりすることもできると、そういうような環境で元次郎少年は育ったようです。
度胸のあるわんぱく坊主で、そんなに勉強をねガリ勉でしてないように見えたのに、とっても頭脳明晰だったそうです。官費で学べる陸軍士官学校へ進学し、卒業した後は富山学校の教官になって、まあ、下士官の教育機関ですよね、そこで校長先生に推薦されて陸軍大学校を受験します。優秀な成績で陸軍大学校に合格したので、その時点で将来は高級将校になることがある意味約束されたとも言えるんですが、当時のその陸軍大学校の校長がなんと児玉源太郎大佐だったんです。まあ、当時はまだ大佐ですよね。なんともこれもまた運命的だなっていう気がしますよね。そしてその後は参謀本部で大尉時代ですが、ドイツへ留学し1年間もうドイツ語を猛勉強して、ドイツヨーロッパの情報などを収集していたっていうことです。そして日清戦争を挟んで、その後近衛師団参謀として西欧列強がどのようにアジアの諸国を植民地経営しているのかということを視察するために、台湾や香港、フランス領インドシナ、ベトナム、ラオス、カンボジア、タイなどを訪問しています。アジアとヨーロッパを股にかけて生きたスケールの大きな人生ですよね。皆さんの中にはちょっと古い映画なんですけど、1969年に東宝が制作した日本海大海戦という映画をご覧になった方いらっしゃいませんか？あの映画の中では明石鴈治郎大佐っていうふうに呼ばれていたんですが、仲代達矢さんが演じてらして、クールでニヒルで、それでいてもう一本まっすぐピーンとこう筋の通ったね、異色の軍人っていう感じで、とっても魅惑的に演じてらしたので、本当にかっこよくて私も思わず見入ってしまいました。ストックホルムとかパリなどでもその明石大佐が活躍するシーンもね描かれたりして、ストーリーもスリリングでグイグイと引き込まれましたから、まだ見てらっしゃらない方ぜひおすすめです。役者の方たちも粒揃いで、東郷平八郎連合艦隊司令長官を演じられたのは三船敏郎さんでした。ハマり役だなっていう感じで、すごく渋くてかっこよかったです。ちなみに日本海大海戦という名前の映画は実はもう一本あります。もう一本の方は1983年に東映が制作した映画で、正式名は日本海大海戦海ゆかばっていうんですが、こちらも東郷平八郎元帥を演じたのは三船敏郎さんでした。それで1969年の映画の方ですが、広瀬武雄中佐を演じられたのが若き日の加山雄三さんだったんです。ロシア留学をしてロシア文学を学び、ロシアが大好きでロシア人のガールフレンドもいたと言われる広瀬中佐ですが、あんなに大好きだったロシアとくしくも戦うことになり戦死してしまいます。亡くなった後は軍神となって祀られていますが、その数奇な運命をたどった広瀬中佐のことを加山雄三さんがとても清々しく演じていらして印象に残りました。映画の話はさておき、話を明石元次郎大将に戻します。日露戦争が勃発した際、明石大佐はロシア軍についての諜報と日本に対するロシア国民の感情を参謀本部へ報告するという任務を全うするために、フランス公使館付け武官、さらにはロシア公使館付け武官となってヨーロッパへ赴任します。ロシアの当時の首都ペテルブルクからスウェーデンのストックホルムへ移り、明石大佐はフィンランド地下組織の中心人物コンニ・シディアクスという人と出会います。このシディアクスという人が明石大佐にとっては親友となるんですが、この人はフィンランド時代は弁護士や裁判所判事で、ストックホルムでは著述家として活動しながら地下で暗躍していたという人です。このシディアクスを通して明石大佐は反ロシア活動家で大きな影響を持っているフィンランド憲法党の首領カストレンという人や、ロシア社会革命党の言論チャイコブスキー、さらにはアルメニア社会党の幹部メリコフ公爵など様々な人と出会っていきます。
そして日露戦争の際の明石大佐のヨーロッパでの諜報活動のクライマックスとして、パリで革命グループによる連合会議を開催することに成功するんです。実際に参加したのは、ロシア社会革命党、ロシア自由党、フィンランド憲法党、ポーランド国民党、ポーランド社会党、アルメニア革命連合、ゲオルギー党、ラトビア社会民主労働党の首領たちなどでした。それぞれの革命組織に武器を買ったりする資金援助も日本政府がしていたので、明石大佐の諜報活動にかかった総額っていうのが、当時の金額で約100万円、現代のお金に直すと約70億円相当だったっていうんで、すごいですよね。で、これを工面したのが当時の児玉参謀次長でした。この明石大佐の諜報活動にとても大きな意義を見出していて、もう絶対に日本が勝利するためには必要なことなんだというふうに周りを説得したということです。明石大佐が日本へ帰国した時に20数万円返却したというので、実際には100万円すべて使ったわけではないですが、まあ、このぐらい大きなお金をね、動かしながら活動していたっていうことなんです。そして日露戦争に日本が勝利し、戦争が終わった後、本国の参謀本部から明石大佐のもとへ帰国せよという命が下ります。いよいよ親友のシリアクスと別れる時が来るんですが、当然ヨーロッパでは反ロシアの革命の暴動反乱が続いていましたので、シリアクスは明石大佐に向かって、このまま残って我々と一緒に戦ってくれないかと懇願したといいます。ですが明石大佐はシリアクスにこんなふうに言葉をかけます。この最も大変な時に私だけがヨーロッパを離れることは本当に申し訳ない。だが理解してほしい。私が反ロシア革命運動を援助してきたのは、祖国日本を勝利へと導くためだったことは、君もよく知っているじゃないか。日本の軍人は天皇陛下に忠誠を誓っている。だから私は社会主義者にはなれない。私は日本から君たちのことを見守っている。君たちと共にあの巨大な帝政ロシアに立ち向かい戦ったことは私にとっては誇りだ。生涯忘れない。そして親友である君のことも一生忘れない。シリアクスは納得し、後日明石大佐がストックホルムを去るとき、自分が大切に持っていた祖国フィンランドの風景画を明石大佐に別れの品として渡したといいます。社会主義者にはなれない、この言葉は重いですよね。相手から攻められ、しかもロシアという大国との戦い、本当に日本にとっては国家存亡の危機だったからこそ、あくまでも日本を守るため、天皇陛下を守るために、本来は賛同し得ない社会主義者たちとでさえ一致点を探して諜報活動も行う、この泥臭くも老獪な勝利への執念が日本を守ったのだと私は思います。一度失ったら二度と取り戻すことのできない祖国日本、どれだけ大切なものかということを私たち日本国民一人一人がかみしめ、そして政治家の皆さんこそが、この明石元次郎大将の粘り強い信念を見習っていただきたいです。現代の日本はスパイ防止法もなく、 C 国や K 国に情報戦や世論工作でやられたい放題の情けない状況となっています。私は今回この動画を作るにあたって、明石元次郎大将の業績をたどってみて、つくづく現代の日本にも明石大将のような秘密諜報員がいて、逆に C 国 K 国に対して情報工作を仕掛けられるような人物がいたらいいのになぁと思いました。そしてスパイ防止法やアメリカの CIA のような情報工作機関が現代の日本にも必要だと確信いたしました。はい、今夜のお話はここまでです。皆様
ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いいたします。それでは皆様、おやすみなさい。